悪の神は笑わない。この身は常に勝利する。我が道の行く先には栄光を、その手には屍を、あらゆる剣も槍も我が身を貫くことはない。上昇の戦士の名はドロシー・イザヤ・エリシバ。この祈りで他の者は守護を得る。最悪の神は笑わない。他の者は常に勝利。その時、私の頭の中には一つの記憶が浮かんでいた。人が死の淵に足を踏み込んだ時、それまでの人生の記憶がたくさん思い出されるという話を聞いたことがある。でも私の頭の中に浮かんでいるのはたった一つの出来事だけだった。まだ母さんが生きていた頃の記憶だ。私は尋ねた。世界が終わるのと自分が死ぬの、何が違いがあるの？と。世界というものは、私が認識して初めて私にとって世界になる。私が死ねば、私が見ている世界もおしまい。私が死ねば、私は世界が見られない。だからそれは、世界の死と同じなのでは、と。そう尋ねる私に、母さんは言った。母さんが死んでも、その思い出は、ドロシーの中で生きてる。父さんの思い出も、母さんの中で生きてる。自分が死んでも、命はそこで終わりじゃないんだよ。決して見えずとも、続いていくものが確かにある。世界はそうして、自分が消えた後も続いていくんだ。母さんの言うことが本当なら、私の命も誰かの中で生き続ける。きっと無駄じゃない。母さん、もしそばで見ていてくれるのなら、応答してください。母さん、私、あなたに誇れる生き方ができたでしょうか。立派に生きた。もう頑張らなくてもいい？母さん、応答してください。応答してください。キリト、どうかしたの？ああ、いや、なんでもないよ。私はまた、形の良い木の棒でも見つけたのかと思いました。アリス、俺のことどれだけ子供だと思ってるんだ。さすがにもうそういうことは。いや、すごくいい棒だったらわからないけど。まったく、
それでもアンダーワールドを救った英雄ですか？俺は英雄なんかじゃな。キリトがそう思わなくても周りの人はもうそういう目で見ているよ。はい、お前は不作法者ですが、剣士としての腕前は一流、英雄と呼ばれるにふさわしい行いもしてきました。もっとしっかりしてくって。厳しいな。それにしても出会った頃か、懐かしい。俺、霧ヶ谷和人はある日突然アンダーワールドと呼ばれるこの仮想世界に閉じ込められた。アンダーワールド、俺がテストダイバーとして関わっていた企業ラースが開発している次世代型フルダイブ実験機 STL、 ソウルトランスレーターの中にあるはずの世界だ。なぜこの世界に閉じ込められているのか。前後の記憶もあやふやなまま、俺はここからログアウトできる手段を探しさまよっている。幸運なことにこの世界で相棒と呼べる少年と出会った。苦楽を共にし互いに剣技を高め合う日々。しかし日常と呼べる日々はある日突然終わり、まるでそれが運命であったかのように闘争の中に身を置くことになった。今まで何度も俺を救ってくれた仲間の登場、新しい出会いで生まれた絆、みんなの力のおかげで数々の戦いに打ち勝ってきた。未だ現実世界に帰ることはできていないが、たとえこの世界が仮想世界であっても、俺にとってはここで過ごした日々は現実だ。キリト、昔話もいいですが、もうすぐ目的地の東の大門です。今の俺は現実世界の高校生ではなく、アンダーワールドの剣士だ。ここにいる人々のために剣を振るいたい、たとえどんなことがあっても。だから言うことは、今から言うことはカーディナルさんやアンダーワールドの人たちを傷つける言葉になると思う。構わん、続けてくれ。聞くならばわしが適任じゃ。彼らの目的は高度なボトムアップ型の AI を作り出し、私たちの世界で兵器として軍事転用することなんです。ラースの人たちが求めている優れた人工高適応型知的自立存在は、ある名称が付けられています。アーティフィシャル・レイビル・インテリジェント・サイバネーテッド・イグジスタンス、通称アリス。全てはこのアリスを生み出すためだけに用意されました。このアンダーワールド、全てがです。菊岡さんたちが言うには、整合騎士となったアリスさん、アリス新世紀ソサーティが候補として該当するそうです。キリト、このことはまだアリスに言うべきではない。わしとアスナ、そしてお前だけの間でしばしとどめよう。たとえどんなことがあっても俺は剣を振る。大切な人々を守るために。キリト、最近カセドラルでの訓練ばかりで実戦をしていないのでは？私の動きについてこられますか？
お、言ったな。じゃあ聖号騎士のアリスさんにいろいろご教授いただこうか。腕はなまっていないようですね。それでは東の大門へ向かいましょう。
よっと。やるじゃないか。ん？やったな。どういうことかな。よう来たか、キリト。ユージオ、それにアリスのお嬢ちゃん待ってたわよ、3人とも。これがみんなが言ってた。ええ、ダークテリトリー側からの攻撃です。ダイモン崩壊が早まるわけでもないのですが、この緊張状態への圧力とでも言いましょうか、最近は特にひどいものです。お前たちが力を貸してくれると言った以上、現在の状況も包み隠さず見せた方がいいと思いまして、それで連れてきたのです。戦争が起きればあそこから幾千、いえ幾万もの敵が現れ人海を蹂躙します。今はダイモンが受けている攻撃を私たちが浴びることでしょう。たくさんの命が失われ、大地は戦火に抱かれる。それを見届ける覚悟がありますか。ああ、覚悟ならいつだってあるさ。お前は巻き込まれているだけに過ぎないのですよ。巻き込んでもらわないと困る。知らないところで傷つかれるより巻き込まれた方が俺はいいんだよ。友達をアリスを守れないだろ。うん、キリトの言う通りだ。最前線で戦うのは聖号騎士だしね。背中は任せて。僕も同じ気持ちだよ、アリス。揃いも揃って大バカ者ですね。けれど私はいい友人を持ちました。ありがとう、キリト、ユージオ。それで実際暗黒海側と戦ったら勝敗はどうなると予測されてるんだ。俺たち戦国士がいるんだから軍配はこちらだと言いたいところだが、戦争となるとそうは言えねえな。はい、我ら聖号騎士の突出したこの力は闇の軍勢ごときに負けるはずがありません。しかし暗黒海には人海側にはない圧倒的な兵の数が存在します。どれだけ勇猛に戦ったとしても、その数の前にひれ伏してしまう可能性があるのです。なので我々は、何事ですか。敵同士で戦っているのか。何にせよ敵は敵、人海への侵入は許しません。撃ち落としましょう。攻撃用意。
待ってくれ、子供がいる。あの飛竜の乗り手は攻撃するな。追撃者に攻撃用意。ジェネレートエアリアルエレメント、ディスチャージ。頼みました。まだ頑張れと母さんが言っているので。総員、迎撃態勢。了解。俺が先行して敵を引きつける。周りの援護頼んでいいか。最悪の神は笑わない。この身は常に勝利する上昇の戦士となりて平定をなす。我が道の行く先には栄光を、その背には屍を。あらゆる剣も槍も我が身を貫くことはない。上昇の戦士の名はドロシー・イザヤ・エリシュバ。この祈りでかの者は守護を得る。危ない。最悪の神は笑わない。かの者は常に勝利する。人界の名のある剣士とお見受けする。お目通りを願いたい。よくわからないけど、君は人界の誰かに用がある。どうやらこちらに危害を加えるつもりはない。それどころか俺たちを助けようとしてくれている。そしてあれを倒さないとおちおち会話もできないで、合ってるか。助太刀感謝します。黒髪の剣士、名前をお聞きしても。キリト、君の名前は後で教えてくれ。戦闘開始。
だ。Yeah!
の皆様、突然の訪問を謝罪します。災禍となる者を引き連れてしまったこともお詫びする。ですがこちらに敵意はありません。召喚は暗黒騎士団より派遣された使者、ドロシー・イザヤ・エリシバ、聖豪騎士の長であるベルクーリ・シンセシスワンにお目通り願いたい。ダークテリトリー、またの名を暗黒海。俺がいる場所、人海からすると長年睨み合いをしている敵対勢力の住まう土地だ。二つの土地を分断している東の大門が崩壊すると情勢は一気に戦争へと傾く。現状はもはや崩壊を待っている状態だ。そんな中、敵地から少女が二人やってきた。しかも人海軍の総大将にあたるベルクーリに会わせろというのだから、俺たちは混乱していた。ユージオ、もしかして俺を探してたか？うん、キリトを連れてくるようにってカーディナルさんに言われたんだ。これからあの暗黒騎士の子の処遇を決める査問会議だって。それで探してたんだよ。ねえキリト、小さい女の子の方は大丈夫だった？ああ、サライのことか。今監視付きだけど天幕で休ませてる。疲れてたみたいで飯食ったら寝ちゃったよ。サライって言うんだね。よかった、拘束されてないんだ。昔のアリスのことがあったからちょっと心配で。ああ、大丈夫だ。ああ言ったことはさせないさ。暗黒騎士の子、ドロシーだっけか。ドロシーと離れ離れが嫌だって泣くもんだから、なだめるのが大変でさ、かわいそうだったな。捕虜扱いとはいえね。僕も後で様子を見に行くよ。じゃあ少し歩くことになるけど出発しようか。場所は作戦本部だよ。武器も持ってないのに拘束する必要があるか。彼女が無抵抗だったのは分かってるだろ。わしもそう言ったんじゃが、怯えている者がいるのも確かでな。暗黒怪人を初めて見る者も多い。暗黒怪人と言ったって俺たちとそう変わらないじゃないか。カーディナル、こんなの。なんだこりゃ、情けねえ。人海のど真ん中で武器一つ持ってねえ娘を寄ってたかって怖いってか。大の大人がガン首揃えて何やってんだ。いいか、外すぞ。ありがとうございます。いや、こちらこそ非礼を詫びる。早速始めようや。何の用があって人海に来たのか話してくれ。承知いたしました。改めまして、召喚は暗黒界の熟考が一人、暗黒騎士団団長ビクスル・ウルシャスターの名代として参りました。ドロシー・イザヤ・エリシバと申します。暗黒界は現在熟考をそれぞれの長とする暗黒軍を編成し、人海との決戦を
今か今かと待ちわびています。肥沃な大地と安定した気候を持つこの場所を我がものにせんと。そして貴殿はその敵対する土地にやってきた。一体何のためにわざわざそれを聞かせたかったとでも。人界との戦争は我ら暗黒海側の総意ではありません。中には大戦の流れを止めようとする者たちがいます。召喚もまたその一人です。ザレ事を。一体どれほどの年月を互いに憎しみ合っているか知らぬわけでもなかろうに。ああ、デュソルバート様の言う通りだ。今さら何を言っている。人界とダークテリトリーの間には血塗られた歴史がある。人界人がどれほど殺されたか貴様には分かるまい。ここにいる兵士たちの家族すらも命を落としておるのだ。貴様も人界の戦士を死に至らしめた者の一人のはず。どの口が。召喚の母親も人界の戦士に撃たれて死んでいます。それは皆同じ経験をしています。だからこそこれ以上無駄な血を流したくないと思うのはおかしいことでしょうか。ひとたび戦が起きれば踏みにじられるのは力なき民です。幼かった召喚が母を失ったように親を失う子が大量に出るでしょう。聖豪騎士殿は人界の子らにそんな思いをさせたいのですか。どうかご一行いただきたい。召喚は、いえ、シャスター様率いる暗黒騎士団は人界側との和平を望んでいます。和平だと。驚いたな。この暗黒騎士の少女は俺たちと同じように誰かを救いたいという気持ちを持っているのか。閣下、この場で信用を一つ乱さぬのはお見事ですが、何かご存知だったのですか。さすが副騎士長殿はお見通しか。ま、今から言うつもりだった。すまんな、みんな、この話は本当だ。かねてより俺と暗黒騎士のシャスターとで和平の道を探っていた。ベルクーリを責めんでくれ。伏せておけと言いつけたのはわしじゃ。実を結ぶかわからんことじゃった。しかし幸運なことに大門崩壊前に間に合った。これは吉報と言えよう。そうだな。だがシャスターの連絡では来るのはリピアという暗黒騎士だったはずだが。ま、誰が来るかは問題じゃない。大切なのは暗黒界の奴らが聖豪騎士団団長である俺との約束を守ってきたという事実だ。いいかお前ら、これは左門会議じゃないな。和平の使者殿、平和について話し合いを続けようや。和平という言葉にその場にいた全ての者たちに衝撃が走った。戦争を目前としたこの巧妙に少なからず俺は浮き足立つ気持ちがあったが、その道は簡単なものではないとベルクーリは言った。聞かされた情報を整理していくとその困難さがよく分かった。まずダークテリトリーの権力構造の説明は、10の部族の族長10校が統治者として存在している。剣闘士ギルドの族長イスカーン、オーク族のリルピリン、暗殺者ギルドのフザ、暗黒術師ギルドの DIL、 オーガ族のフルグル、ジャイアント族シグロシグ、そして山ゴブリンのハガシ、平地ゴブリンのクビリ、将校ギルドのレンギル・ギラスコボ、暗黒騎士団シャスター、彼らが10校だ。そのうちの暗黒騎士団と将校ギルドは和平寄りの考えであるという。この2つの部族は他の8つの部族に
人界との和平交渉の会談の席についてほしいと願ったが、首を縦に振る者は少なかったそうだ。我らが暗黒騎士団の長であるシャスター様の説得もあり、残りの族長からはある条件を満たせば人界との会談に応じると返事が来ました。それが和平会談は暗黒界で行うということだ。人界側は敵地に乗り込まざるを得ない形になる。どう考えても罠だ。ドロシー・イザヤ・エリシュバ、貴殿に問おう。人界の要人を手引きし謀殺せんとするダークテリトリー側の罠でないと言える証拠は？ありません。和平をお願い、死も覚悟の上で。敵地にやってきた剣士には敬意を払ってやりたいが。ええ、安直に話に乗って出る損失はこの小娘の首で賄えるようなものではない。こちらから使者を出して敵の根城へ向かわせるなど狂気の沙汰です。ですが求めているものがその猜疑心を乗り越えた心の強さなのだから、正直に来い、願うしかない。召喚が敵地であるこちらに死を覚悟して乗り込んだのはそちらに敬意を払ってのことです。人界側は同じことができぬのですか？なんだと。あなたの言う小娘ができたことをそちらはできないのかと聞いているのです。騎士の称号が飾りというならば仕方がない。ですがそうでないのならば、召喚がしたように危険があるとしても和平の未来を手繰り寄せる行動をとってください。今度はあなた方の番だ。決してたやすくはない困難な道となるでしょうが、人界にも気高き志を持つ剣士がいることは我が身をもって知っています。ぜひ和平への道を歩んでいただきたい。挑むような彼女の言葉に俺たちは少なからず動かされた。その後の話し合いではダークテリトリー側からの要求をのみ、こちらから使者を出すことで話が進んだ。人界側は和平使節団を形成し人員を送り込むことになった。すっかり暗くなっちゃったね。話し込むと時間を忘れちゃうよな。夕飯もまだだし拠点に戻ろうか。明日の準備もしなきゃね。何を持っていけばいいんだろう。雨寄りにお別れの挨拶をしないと。キリト君どうしたの？いや、東の大門の方を見ていただけだ。何か悩んでる？言いたくないならそれでもいいけど、話せるようなら言ってほしいかな。一応私は君の恋人なんだし力になりたいよ。ありがとうアスナ。あのさ、俺たち今このアンダーワールドで人界側にいるだろ。今まではこっちに守るものがたくさんあったから当然のように人界側でダークテリトリーと戦うしかないと思ってた。俺が知ってるダークテリトリーの住人ってなんだかすごく敵として分かりやすくて、ルーリットの村の山奥でゴブリンに勇士を傷つけられた経緯もあって、
っかり俺の中では悪い側だと思ってたんだ。でもドロシーと出会って。ああ、うん、わかるよ。暗黒界の種族には殺戮と強奪の行動原理がフラクトライト AI の魂に付与されてる。そうカーディナルさんに聞かされていたけれど、あの人の考え方は私たちと変わらなかった。奪うんじゃない、守ろうとしてた。思い描いていたダークテリトリーの暗黒騎士とは違ったよね。俺が見て聞いたものだけが全てじゃない。もっと事態は複雑で、たくさんの事柄が起きてる。俺この世界が好きだよ。ここにいられる間みんなの役に立ちたい。でも立っている場所や見ているものが本当に曇っていないか今すごく考えてるんだ。私キリト君のそういうところすごく好きだよ。私も考える。答え合わせができる問題じゃないけど、考えることが大切だよね。きっとダークテリトリーに行けばわかることたくさんあるよ。うん、大丈夫。君のことは私が守るもの。見てってください。ありがとうございました。
ドロシーが来てから数日、ダークテリトリーとの和平交渉のために人海和平使節団が設立された。ダークテリトリーの会談場所はここ、人海から大きく離れている。旅の道筋はこうだ。東の大門付近からダークテリトリーへ侵入、それから本山ともいえるオブシディア城を目指すことになる。案内人はもちろん、あちら側の使者であるドロシーだ。